福島県昭和村の矢の花湿原にやってきました。今日は10月28日。いやもうほんとね、秋真っ盛りというか燃え上がってますね。この池にさ、このね、ハスですか、なんかその芸術ですよね。なんかさ、わざわざ見せてくれてるみたいですよね。来る人を楽しませるためにこうなんか演出してくれてるみたいな、そんなね、そんな風に思っちゃいますね。まあ、自然に対してね、なんかその感情をなんか見出そうとするのはなんか変な話だけどさ、このなんかモミジ、この赤いモミジもさ、なんかさね、露骨なまでに秋って感じですね。湧き水がありますね、結構おじさんおばさんたちがちょくちょく来てるみたいですね。あ、栗が落ちてますね、木々の向こう側に、池となんかね、ススキのなんかまあ湿原ですよね。高層湿原ってやつですね。やっぱ秋はいい季節ですね。なんかその風景が非常に鮮やかで、もうパッと光るようなね。まあ、今日は会津田島駅近くのバイク屋さんで自転車のパンク修理してもらって、まあ、それからまあ自転車で来たんですけど、いやー結構ね、峠越えなんで、まあでもまあ峠越えて坂道降りて、まあいつものことなんで、特にね、なんかこの辺ちょっと道が曖昧になってますね。どう行けばいいんですかね。なんか道がよくわかんないよ。こっちか。なんか遊歩道らしいんですけど、道がよくわかんないよ。これも湧き水かな？あ、湧き水ですよね。なんかチャラチャラと流れてますね。これも飲めるんでしょうね。遊歩道はこっちですか。昭和村の名水、源兵衛清水。ああ、源兵衛さんの清水ですね。しかし道がよくわかんねえ。こっちかな。まあ、遊歩道の入り口付近は、たくさん人がいるんで、しっかりとした踏み跡がありますけど、この辺りはちょっと人があんまり来てないんでしょうね。道が分かりづらい。一応なんか景勝地というか観光地というか名所とされているところですけど、人が歩かなくなると分からなくなっちゃうもんなんですね。それが道路というものなんです。ただ森の中歩いてるだけだよね。こっちか。この辺は広々としてますね。まあ、でも本当いい時期に来ましたね。2022年10月28日。紅葉のこの色づき方といい、
それもバッチシじゃないですか。まあ、今年の10月はちょっと体調崩しちゃってね、咳が出たり痰が出たりしてちょっと息苦しい日々を送ってたんですけど、まあでも輝かしい秋の日々を取り戻すべく旅行に出かけまして、いやでも来てよかったですね。木々の隙間からねえ、熊よけ鈴鳴らしてる人がいる熊いるのかな。大自然の中で突如として、文明というかなんか俗世的な音が聞こえてきましたね。12時ですね。まあチャイムっていうのはね、学校の授業が始まるのを告げる音ですからね。してもこのね、笹の緑とモミジ、そして水面の草草、このね、その色の鮮やかさというかね、もうすごいこのコントラストですよね。もう本当芸術なんですよね。やっぱり人工的には作れないですよね。まあこの矢野原湿原の遊歩道を整備したのは人だけど、やっぱりね、人は自然の芸術には勝てないんだよ。